情報ですこのたび突破口 .com が有料講座として DVD 販売していた応用情報技術者試験午後の突破口を YouTube で無料公開することにしましたこの動画が少しでもわかりやすいと思っていただけたらいいねチャンネル登録していただけると嬉しいです目次を見たい方はコメント欄にリンクを貼っていますのでそちらをご参照くださいそれでは解説を始めていきます質問2-1 表一中の C に入れる適切な実行を答えようとあります。こちら C に当てはまるもの。PC で何とかコマンドを用いた社内 DNS サーバーの名前解決テストの結果は良好であった。つまり DNS サーバーの名前解決のテストを行うためのコマンドというところですね。こちら。 答えを知らないとわからないですけど NSLookup というのが該当します NSLookup で突破口 .com のドメイン名を8.8.8.8の Google の DNS サーバーに対して問い合わせるというコマンドを実行してみますそうしたところ回答として1 5 7 7 107.162という IP アドレスが返ってきましたので突破口 .com の名前解決がこの Google の DNS サーバーでできたというところが分かります逆に存在しない IP アドレス n s ルックアップで適当なドメイン名を Google に の DNS サーバーに対して問い合わせる場合、こちらは見つかりませんという回答が得られます。ですので答えは NSLookup、d i c でも OK となります。質問2の2、本文中の河線1について具体的にどのような不具合が生じていると考えたかを30時以内で述べというところで河線1ですね。 特定のウェブ画面を表示するときだけウェブブラウザーで HTTP 通信がタイムアウトとなりタイムアウトエラーを表示していると考えたとあります。まず交番1と2の結果から何がわかるかといった場合 PC と Web サーバーの間には問題ありませんでしたということがわかります。 そして、交番3の結果からは、ウェブ業務システムの URL に対する名前解決には問題なかった。DNS に対するものですので、名前解決は問題ありません。とあります。そして、4と6の結果。から、4はエラージにウェブサーバーと PC 間において通信自体がない。 というところになります。そして、交番6というところが、ウェブサーバーから DB サーバー間に対してエラーがありました。TCP ポートが確保できない内容のエラーがありましたというところですので、結局この6の部分で止まっているので、4の通信にも問題ないというところが言えますので、こちら、6について のことを答えとして書けば正解になります。つまり、ウェブサーバーから DB サーバーへのアクセスがエラーとなったというところが答えになります。質問2の3、本文中の下線2によって得られる改善の効果を 35G 以内で述べようとなります。下線2の部分ですね、ウェブサーバー1から3での TCP コネクションが閉じるまでの猶予状態である、タイム ウェイト状態のタイムアウト値の短縮とあります。つまり、接続を待ってる状態というところを短くするというところになります。こちら、TCP ポートの状態を確認するコマンドとして、ネットスタッ t というところがあります。こちらを確認すると、何か通信を行いますといった場合に、こちらですね。 状態として、このようなものが現れます。つまり、これのタイムウェイトの状態、接続を待ってる状態というところ、相手から応答を待ってる状態というところを、TCP ポートの増加と、あとは時間の短縮という観点で見ると、どういうことが起きるのかというところですね。 例えば、銀行の窓口が3つあって、1人60秒の待ち時間がかかりますというところを少し改善して、窓口を4つに増やして、さらに1窓口、さらに一窓口30秒に短縮した場合、回転率が上がる。つまり、再利用できるまでの時間が短縮されるというところになります。答えとしては、ウェブサーバー1から3で再利用できる TCP ポートを増やせること。 というところが正解になります。